マスオゲームズです。今日はね、こちらモンストをやっていきたいと思うんですけど、なんと今日1000万人突破記念超重心祭ということで、もうね、超重心祭が行われてるんですよ。はい、ということで僕ね、3回できますんでやっていきたいと思います。はい、で、なんかストライク、ストライクが神化して、ゴッドストライクっていうキャラが追加されたみたいですよ。はい、はい、でやっていくんですけど、僕がね、今回欲しいキャラクターはね、やっぱアーサーとか赤ずきんとか、やっぱダメージホールがをついてるキャラクターが欲しいですね。それかやっぱ爆発がついてるゼウスとか、そういうモンスターが欲しいです。はい、ではシングルガチャ1回目いきます。出るかな。では行きまーす。1回目絶対切るとこなんだよね。引っ張れ、ゴー。あ、それちょっと言わなかった。絶対金の卵って出るとちょっとなんか安心するね。はい、ほい。あー、これ持ってますね。はい、エヴァシールドブレイカーホーミングってことなんですけど、うーん、なかなか今使う予定ないですね、おそらく。次2回目いきまーす。ガチャで出てきます。あー、ストライクショットって言ってよ、ほんとストライクショット。言わなかった。金の卵だもんね。出る可能性あるんだよね。あーはは、すごい見慣れたキャラクターばっかりだな。もう一丁ラスト来い、お願い、ストライクショット。言わなかった。これダメパターンか、ダメパターンなのか。お願いします、出てくれ。これもなんか見たことある気がする。オルス、まあ爆発持ってるんですけど、ダメだった。すごいあっさり終わっちゃった。嘘、あっさり終わっちゃった。ちょっとショックなんですけど、でも今日から8月2日まであるんで、まだね、僕何ですか、この顔合わせボーナス43人目までしか行ってないんで、もう少し貯めて、もう一回ぐらいはこの超重心祭に挑戦していきたいと思います。はい、皆さんもね、この超重心祭中にいいモンスターゲットしちゃいましょう。いいの出たらみんなで祝福しましょう。はい、ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ということで以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。ダメだったなー、ほんと。